サムエル、韓国名は、キムサムエル2002年1月17日台は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス生まれで、主に大韓民国で活動している。父親は、スペイン系アメリカ人、母親は、韓国人のハーフである。2017年8月2日からサムエルという名前で、活動している。アメリカで生まれ育ち、幼いながらに、ジャスティン・ビーバーや、 クリス・ブラウンが通ったダンススクールに通いダンス付けの幼少期を過ごした。後に東方新規のステージに心を奪われ、小学生ながらに一大決心をし、韓国に渡る。プレディスでセブンティーンの候補生として練習生時代を過ごしたが、幼い年齢が足かせとなりデビューは叶わなかったと後に出演するプロデュース101シーズン2のインタビューで語っている。 プレッティスエンターテインメント対処後に、韓国のユニット勇敢な兄弟、カン・ドンチョルプロデューサーにその実力を認められ、ブレイブエンターテインメントに移籍、2015年1月23日に1パンチとしてデビューした。しかし、2015年9月に1パンチのメンバーが、他の事務所に移籍したため、事務所側は解散を否定のコメントを発表したが、 グループは事実上の解散を余儀なくされた。2017年プロデュース101シーズン2への出演し、最終投票では18位となり、バナワンへのメンバー入りは果たせなかった。番組終了直後の2017年8月2日に、サムエルの名義でソロ活動を開始。2019年6月に、自身の SNS で事実上の事務所からの独立と独自の活動を宣言。 2019年8月現在、本人、家族側と事務所側の間では、活動をめぐって、紛争状態のため、事実上の無所属状態であるが、ソロアーティスト、俳優として、ドラマ出演、モデルとしても、日本の雑誌ポップテンの専属モデルを務めるなど活動中。ミニアルバムアルバムシングル1パンチ名義、シングルショーケース。ありがとうございます。